リトルでやってくれたかな。今いたね。後ろに逃げて。オッケー。オッケー。おーマイガー、やべやべやべ。右。当たってる読み。完璧すぎるんだけど。うわやべやべやべ。うっそ。やばい。やばい。うわはい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。はい、お久しぶりのちょっと今日は COD 動画をね、新シーズン入ってから初動画を撮っていこうと思います。前回の動画で、自社動画でちょっと話した通り、まあ、今月引っ越しして、ネット環境がね、今月末までないので、かなりゲーム動画配信が不安定になります。で、今はね、ラッシュの新しいオフィスというか、まあ、配信部屋で、プレイしてるんですけど、まあ、それもね、毎日はちょっとできないので、まあ、ちょっと頻度はね、落ちるんですが、まあ、来月から本格的にスタートしようかなという感じです。そして、ちょっとゲーム動画の方に行く前に、お知らせがあります。ラッシュゲーミングに新しい仲間が加わったので、発表したいと思います。この度、株式会社ラッシュゲーミングは、e スポーツ選手ケプトさんと専属マネジメント契約をいたしました。ケプトさんは、スマッシュブラザーズの、プレイヤーです。最新版のスマッシュブラザーズでは日本ランキング16位で、今までのね、この大会実績ここに、貼りたいと思うんですが、去年の2019年にはエボ2019大会参加者数が3534人の世界大会で25位。他の世界大会でも上位入賞しているスマッシュブラザーズのプレイヤーさんです。で、今回のその専属マネジメント契約っていうのはまあどういうことかっていうと、まあラッシュゲーミングっていう事務所に所属しましたよっていう、意味合いになります。YouTube チャンネルの方でも活動しまして、登録者数 4.5 万人、最高同時接続者数が6000人プラスという、かなりねこれから波に乗ってくるであろう、選手であります。まあ、僕はね、その格闘ゲームの会話はちょっとあまり詳しくなかったんですけども、まあこれね、ラッシュゲーミングにまたこう、COD じゃない別の部門の新しい人が入ったということで非常に楽しみであります。で、そしてね、すごくこれからね、どんどんビッグになりそうな方なので、まあ今後ね、またコラボ動画とかもちょっと企画しているので、またケプトさんをね、ちょっともっと詳しく知りたい、知れる動画をね、ちょっと作っていこうと思ってます。彼の、Twitter や、YouTube チャンネルなどは概要欄に、貼ってあるので、皆さんぜひチェックの方よろしくお願いします。よし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 。Oh my god。そいつだけやるか。へい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 。敵の V トル出てんのか。厳しいな。そこ来るでしょ。これさばくしかないね。なんとか V トルに当たらないようにいけるかな。うわぁきついか。うぅやば。こっから逆転あると思いますかね。これね、途中参加なんですけどね。いやぁ硬い。敵の V トルがまだ、もう去るかな、もう去るかな。よしよし、次で V トル使ってみようか。これはセンターで食い止めるか。いやぁ大回りしてるね、大回りしてるね、ちゃんと。何してんの。いやーそっち来てるよね。まだ呼べない、ビトル。あ、もう帰ったかな。間に合ってくれ。いや、まさか、ちょっといい試合になると思わなかったな。さすがにもう、ボコボコ の状態だったから無理だなと思ってたんだけど。俺はまだありますよね。へへへへへ。ナイス。へへへへへ。タボール、マジいいでしょ、これ。最高。で、これでビトル呼べたから、ここからかなり楽になるはず。エアストライク来てる、エアストライク来てる。
これは離れた方がいいね絶対。デス使っちゃおうか。センターから来てるよね。であと右かな。味方が取ってくれそう。あれはブイトルキルしてくれるかな。であらかたこっちで倒したから左は来てない。脇固定されてる。センターで裏取りしようか。オッケー。で、ブイトル。ナイスナイスナイス。ブイトルでやってくれたかな。今いたね。後ろに逃げて。オッケー。オッケー。おーマイガー。やべやべやべ。右。当たってる読み。完璧すぎるんだけど。うわやばいやばいやばい、うっそ、やばいやばい、うわー、最高かよマジ、うわあやばい、ああ止まんねえな、これ。止まんねえな、おい。はい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 。ちょっと待って。ああ。やばくない？ちょっと、なんか、どうしちゃったの？しばらくやってない間に進化しちゃったかな、俺。うわそんなとこに伏せてる。あ、やべえ。ちょっと、これは、間違えた。ごめんなさい。これは僕のせいです。これは僕のせいですね。今行きます、今行きます。それ、自分の V トルがまだ出てたんだ。ミス。オッケーオッケー。こうですね。そこ来ますね。そう、こういうことですね。あれまだ来るよね、ここ。来ると思うんだけどな。でもこれ勝ち確でしょ完全に。どこ脇だろう敵。あー最悪。いや大逆転じゃないですかこれ。あーやーばい。いいね、新シーズンのマップ最高だな。僕はこういうシンプルなマップがもっと早く欲しかったんだよ。あ、待って、まだ終わってない。まだ終わってない。まだだ、まだ終わってない。こっちだね。おお、あー、そこいた。当たっちゃう？その V トル当たっちゃう？やっとエンジンかかってきたわ。久しぶりの実況で全然エンジンかかってなかったんだけど。やっぱマルチの実況っすよね、僕は。ん？なんかいるよね。ナイス。あぶれ。これでとりあえず70キロは超えたから、ちょうどキリがいい数字。オッケー。当たる？当たんないか。おあお、いいパンチ、いいね、いいパンチ。はい、というわけで途中3回76キロ18です。まあかなり良かったんじゃない。途中はマジ爆発してたからね本当に。はい、というわけで、お疲れ様でした。今日はまあこんな感じで久しぶりのターンは普通の実況だったんですけど、まあ、環境が整い次第、またね、環境紹介とかね、そっちの動画も撮っていこうと思うんでよろしくお願いします。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。